衝突する太陽風と地球磁気圏の模式図。個々の縮尺は全くのにぎ1989年3月の磁気嵐とは、1989年3月13日に発生した磁気嵐のことである。1989年3月13日に起きた磁気嵐は地球に非常に大きな影響を及ぼし、カナダでは、 ハイドロケベック電力公社の電力網を破壊し、深刻な被害をもたらしたり、米国の気象衛星の通信が止まるなど、各国の様々な社会インフラストラクチャーが影響を受けた。1989年3月9日、この時期嵐を引き起こしたコロナ質量放出が、太陽コロナで発生した。その数日前の1989年3月6日には、 X15 クラスの巨大フレアも発生していた。東部時間で3月13日の午前2時44分、地球は深刻な磁気嵐に襲われた。磁気嵐は極域での非常に強いオーロラを伴って始まり、この時のオーロラはテキサス州やフロリダ州などの南方でも観測された。この時は冷戦の最中だったため多くの人々が 核攻撃の第一陣の進行を心配した。他の人々はこの強いオーロラを3月13日の午前9時57分に発射されたスペースシャトル。この時のオーロラの発生は短波長域での電波障害を引き起こし、さらにはラジオフリーヨーロッパとラジオリバティからソビエト連邦へのラジオ放送も突然に断絶した。はじめは ラジオ電波がソビエト政府によって妨害されたと信じられていた。夜になり、電離層では西から東に家電粒子の川が流れ、同時に地中の至るところにも強い電流が流れた。極軌道上のいくつかの衛星では何時間にもわたってコントロールが失われた。アメリカでは気象衛星であるゴーズとの通信が断絶し、気象データが失われた。 NASA の t d r s 1衛星では、家電粒子によって引き起こされた250以上もの電子部品の異常が記録された。スペースシャトルディスカバリー号も問題を抱えていた。3月13日、水素タンクの一つでセンサーがありえないほどの高圧を示した。この問題は、磁気嵐の活動の低下に伴って収束した。1989年の磁気嵐の間に、 ゴーズ7によって観測された核物理量の時間変化。モスクワの中性子観測によると CME の通過はフォーブッシュ現象と呼ばれる線量の現象として記録されている。地磁気の変動はカナダのハイドロケベック電力公社の電力網のブレーカーを落とした。送電線の大変な長さとケベック州のほとんどがカナダ縦上地に位置していたことが電流が 地中に流れることを妨げた。そして、行き先を失った電流は、より抵抗の低い 735KV の送電線に流れ込んだ。ジェームズ・ワンの送電網は90秒以内に非接続状態になり、ケベック州に2度目の大停電を引き起こした。電源消失は9時間続き、後に電力公社に様々な被害緩和策を実行させることになった。 これらの緩和策には、トリップ電圧の上昇、特別高圧線での直列保証の実装、多様なモニタリング観測と操作手順の更新が含まれた。他の高緯度地域の電力会社では、地電流に関連したリスクを軽減するための方策が実行されていた。1989年8月、別の時期嵐がトロントの株式市場での売買停止を引き起こした。 1995年以降、磁気嵐と太陽フレアは NASA と ESA の共同プロジェクトである双方によって観測されていた。現在、アメリカが州国エネルギー規制委員会は各電力会社に対して深刻な磁気嵐から電力網を保護することを目的とした基準作りを進めるよう指導に当たっている。これは電力会社がシステムの保護基準の設定に失敗していたこと。 および、彼らが1859年の磁気嵐のような深刻な事態に準備できていないことに起因する。同様に、アメリカ合衆国原子力規制委員会は、原子力発電所の使用済み核燃料の冷却システムの剣道性を試験するために、段階的なルール策定を始めた。この冷却システムは、磁気嵐や高高度核爆発で発生する電磁、パルス、 サイバー攻撃などによる長期の電源喪失に対して脆弱であると考えられている。なお、策定されたルールは連邦官報にて公表される。これらに関連する議論のいくつかについては、e、ourenergypolicy.org のブログにて公開される記事が参照可能である。さらに、これらの問題については、YouTube にて デュポンサミット2012のインフラガード EMP シグ分科会の動画が公開されている。この動画には、ファークの弁護士であるクリスティー・ウォールシュ氏と、ファンデーション・フォー・レジリエント・ササイアティスのトーマス・ポピック、氏の発言が記録されている。ありがとうございます。